ありがとうございます。ちなみにあの、はい、エヴァンスさんに好きなタイプとか聞いちゃっていい感じですか？そうですね、実は放送でも自分のあの配信でも言ったことあるので。あ、へえ、そうなんや。あの背が高くて、うん、あ、へえ、ガタイがいい女性が好きですね。あ、ガタイっていうのはどういう感じやろ。肩とか、肩とか筋肉、筋肉質、アスリート体型の人であったりとか、結構筋肉あるタイプの人が好きですね。え、頭がいい、が、がたいい系ダメですか？頭でかい系みたいな。まあ大丈夫だと思います。あ、ありなんや。ありがとうございます。あ、頭も入るか。なるほど、なるほど。へえ、そうなんだ。はい。あー、じゃあ、チャイカさんとかじゃあ、ベストみたいな感じっすね。そうですね、チャイカさんとか。そうですね。性別の部分でちょっと疑問がつきますけど。あー、なるほど。一瞬。まあ、声が低い女性も好きですからね。あ、あ、じゃあチャイカさんやな。全然私キューピッドするんで。もしかすると一番タイプなのかもしれませんね。一番タイプ。そっか、オリバーさんがじゃあパパになる感じか。そういうことなんですね。いいな、それも英語ができるかっこいいパパみたいな。子供はどうなるんですかね。いいな。いや、私とリレムとあの前本とチャイカさんで家族やってたんですよ。あ、はいはい。最近離婚してやっぱチャイカさんにも新しいパパが欲しいなっていう。なるほど、新しいね、人生をね。そうなんですね。歩んでほしい、歩んでほしいって思ってたから。やっぱ私も名字じゃあやっぱエヴァンスか。じゃあまずはお見合いからですかね。あ、お見合いよろしくお願いします。あの人ちょっとシャイなんで、ちょっとはい、お願いします。何リードしていただいて。何の話、どんどん話が進んでしまっていますね。勝手に。じゃあ夏にやりたいこととか、はい、あの海結構好きで、あ、ええー